田島国はかつて日本の地方行政区分だった両政国の一つ、三陰道に属する。古事記には田島国と記載される。田島の歴史的仮名遣いは田島。明治維新の直前の領域は現在以下のようになっている。太地の自治体及び軍は全域が通常からだ一部が国土にあたる。 当該地域の2010年国勢調査による人口は179,530人、世帯数は61,880世帯、面積は2099.01平方キロメートル、人口密度は85.5人平方キロメートル。後に、田島国となる地域には、以下の2つの国の宮津湖が置かれていた。この後、後の丹波国、丹後国、 田島国の三国にあたる地域は、丹波国像の支配地域である丹波国となった。田島国は7世紀後半に丹波国より八軍を分割して成立したとする説もあるが、確証はない。日本初期、天武天皇予言上に国名が見えるので、この頃成立したと推定されている。女府が森遺跡和明将及び十悪田将によると、国府は桁軍にあった。 初期の国府の所在地には、豊岡市伊豆市町の袴間遺跡とする説、桁郡内とする説があるが、明らかでない。日本語記によると、延暦23年に、桁郡高田里に国府が移されたという、豊岡市役所日高振興局の付近で発掘された女婦、女府が森遺跡がこれに否定される、女府が森遺跡。田島国分寺跡、と、関日田島国部山寺屋と関,関日。 演技式内社伊豆市神社僧者、一宮以下群名は、演技式による。田島守田島助鎌倉幕府室町幕府、江戸時代以前江戸時代田島は、現代でも兵庫県北部を指す、地域名として用いられる。また北部を北ただし、南部を南ただしとして二分することがある。ありがとうございます。